最近さあの、読書にすごいハマっとって、あのー、まあ、読書って言っても、まあ、別に本を読んでるわけじゃなくて、オーディオブックで本を聞いとるんですよね。あの、プロのナレーターさんとかが、えー、その書籍をあの、朗読したやつを耳で聞いとるみたいなアプリを使ってね、アマゾンオーディブルっていうやつでやっとるんだけど、それを聞いてさ、あのー、ね、だいたい週に1冊以上は読むようになったかしら。うん。 あの短いやつだったら週2冊とかになるんだけど、でそれやっぱ毎週毎週続けてるわけよ。まあ、書不に関しても動画出しとるんで、気になったらそっちの方も見ていただきたいなーってのはあるんですが、うん。その中でね、その、やっぱ毎週毎週本が消費されていくわけですから、もちろんね、次の本をどんどん探さなくちゃいけないわけですよ。だからそのライブラリーなんかをね、あの、パーッと見たときに、なんて言うんだろう、その、 まあ作者がそんなことするわけないと思うから、えー、と絶対に編集者とか出版社が売り文句として付け取るなってのがあるんだけどそのな中身の作品のネタバレになるやんみたいなそ,それを言ってしまうと作品のネタバレになっちゃうじゃんとかさそういうねあのー、ふざけた売り文句というか ののがあっってささそれされるるととすすごいイラッとするのよえ何そんなこと言わ,言,われ言われんとあかんのみたいな、うん、これからねどんな作品なんだろうどんな中身なんだろうどんな事件が起きてどうやって解決するんだろうっていうのをその楽しみにしながら聞こうとしとるのにその見出しの部分というか、うん、そこにさあの作者はね読者は必ず騙されるみたいなさ、ね、あの結末は予想外みたいな感じであのね 中にはさ、なんだろう、現代の「そして誰もいなくなった」みたいなこと書かれとってさ、まあ、ちょっとね、あの読んでない人からしたらちょっと申し訳ないんだけど、そして誰もいなくなったってなんぞやって言ったら、アガサ・クリスティっていう、まあ、昔の,あの推理小説の作家が書いた物語の中で、その、なんだろうな、えー、っと、その事件の犯人、うん、ね、あの、殺人の事件の犯人が、えー、っと、実はそのね、途中であの死ぬんですよ。 ね、例えば犯人の A さんが、えー、真犯人の A さんがいたとしましょう。であの B さんが死にました C さんが死にましたって順番的に人を殺されてくんだけどその途中で A さんが死にましたってなったわけよ。ね。B さんが死んだ C さんが死んだ A さんが死んだってなった時にそうするとさねえ A さんの疑いは晴れるわけやねんか死んどるわけやからさ。けどその死は偽装で、えー、実はその死んだふりをしとって。 しとってであの裏で A さんが D さん E さん F さんみたいな感じでどん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 人を殺してってみたいな感じであのなんだろうな、ね、自分を被害者に見せかけておいてであのその後犯罪も繰り返していくみたいなそういうトリックがあるわけですよ。すごい有名なねあの後のミステリーなんかにもすごい影響を与えた、ね、あの作品なんですがそれをさあの物語のあらすじに書かれたらさ それってもうネタバレじゃないですか <laughs>、ね、あの全く同じことはさすがにやらんと思うけどねけどもうあこの本はその「そして誰もいなくなったの」の手口を、えー、真似したあのトリックが。 あの使われるんだなってもうその前情報を与えられたら読者としたらさもうネタバレ以上の問題ではないわけですよ。もう俺からしたらそんな文言をつける編集っていうのは多分作者のアンチじゃないかなっていうこの作品を売りたくないからこそあの事前にネタバレをするみたいなさそれくらいのもうアンチ活動だよね。うん、っていうくらいあのそういうのを買い取るさものが多くてあの本の帯とかさ、うん、最後のどんでん返しに誰もが驚いたみたいなさ。 うん、ねっわなまた罠100%を騙される戦慄ミステリーみたいな感じで書かれるさ内容もあるわけよえーみたいなそんなこと言われたら最後に身構えてしまうやんうんねそうでしょだって何て言うんだろうなあのまあ例えるならねあのお前ってサプライズとか好きだっけって言ってその後飯食いに行くみたいな <laughs> 誕生日の近い人がさ、お前ってサプライズとか好きだったっけみたいな。お前って今日誕生日、お前、お前って誕生日近かったよねみたいなことを、一旦匂わせて食事に行って、そこで、ハッピーバースデー、ドゥーユーみたいな感じで、あのサプライズを仕掛けるみたいな。えーってなるやん。そんなことされたらさ。<laughs> それと一緒のことなのよ。ね。だから、本当にさ、えーってなるよな。うーん。 そういうのってさ、本当にイラッと人ってさ、なんでつけたりするんだろうね、そういうのって。うん。人の気持ちがわからんのかね、本当うん。その、犯人よりも、なんか狂っとるよな。<laughs> ミステリーの犯人よりも、その、編集者は狂っとるよな。わからんよな。でもほら、ある程度内容をさ、どんな物語かっていうのを、あの、読者に想像させんとさ、なんていうの、手に取ってもらえないから。うん。だからね、ミステリーなんかすっ すごいい多のようーん例えばそうだなミステリーのタイトルタイトルがもうひどくてさあの何、ー、て言うんだろうな実例を挙げるのであればうーんそうさねちょっと待ってねアーカイブアーカイブ見ればわかるなアーカイブそうやなミステリーなんかでよくあるんだけどえー、っとねどこどこの殺人みたいなやつ体育館の殺人水族館の殺人 図書館の殺人あとはそうだなうん遊園地の殺人とかさねあの基本的にどこど,どこで殺人が起こるかみたいなのをタイトルにする本とかってまあまあ多いわけよ、うん、作者の傾向もあったりするわけなんだけどねそれがいいか悪いかっていうのはまあ置いといて例えばほら何だろうな化け物語とかさね恋物語とかさ ね、そういうのそのタイトルが作品のまあ伏線というか主題になっとるっていうのもあるから別にそのタイトルの付け方っていうのはなんて言えばいいんだろう悪いわけじゃないのよ別にうんね当然だから悪いわけじゃないのさ、うん、だけどあのそのねタイトルだけをパッて見た時にさじゃあ読みたいかって言われたらまたそれは話変わってくるじゃないですかシンプルゆえにああ体育館で殺人が起こるんだねくらいじゃないですか ね、それよりは例えばそうだな、えー、実際読んだやつでね「昔々あるところに死体がありました」っていうタイトルがあるわけよ。これ中身は、えー、っとその日本昔話の「えー、桃太郎」とかさ「猿谷合戦」とかさ「花坂爺さん」とか「浦島太郎」とかそういうのをベースにそこにミステリーの要素を加えてやれ殺人事件だったりとかなんか事件を起こす 場合どううななるかかみたいい感じのまあ創作物というかさそういうねあの物語なわけですよそういういの見られたらさ、おなんかこれ面白そうだなってのがわかるし、それこそそうだな、あの、有名なやつで言えば、日村秀夫に捧げる犯罪みたいな感じで、アリス川アリスっていう、あの日本でも結構有名なミステリー作家の作品なんだけど、そうやって聞くとさ、あ、この日村秀夫に捧げる犯罪、どんな、なんか、大きな、ね、 あの壮大なストーリーがあるんだろうみたいな感じで読者は勝手に想像してくれるじゃないですか。だったらね、なんか手に取ろうかなっていう気持ちにもなったりするわけで。けど別にそのミステリーだけに限らず、結構そのタイトルでね、あのごちゃ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 しとるやつもあったりするわけよ。うん、例えばそうだな、四季森京也っていう作者の花束は毒みたいな、うん、感じのタイトルがあるんだけどさ。 花束は毒っっっっててて言わわれてもさななちゃゃたりすするわけじゃないですかそこら辺タイトルにつけたの付け方が難しいってのがあるからこそ、うん、そういうあ,とあ,のあらすじのところにちょっとあの意図的な編集者の,、ね、あの思想というかネタバレ要素がちょっと含まれてるんじゃないかなっていうのでなんかイラッとする反面もあり、ね、イラッとする気持ちもありながら、まあ仕方ないよねっていう許容する、ね、あの感情がせめ合っとるんだけどさ なんかそこら辺って難しいっちゃ難しいかもしれんけど、もうちょっとなんか配慮があったらさ、ね、いいのじゃないかって、なんかもっとそこはなんか、もっと,っと考えられる考えれるんじゃないかっていう、その、ね、なんか、努力、努力義務不足というかさ、なんかそういうのが、なんだかひしひしと感じられるよね。うん。例えば、赤ずきん旅の途中で死体と出会うとかさ、<laughs> なんじゃいって話になるやろ。うん。 あとはそうだな俺が実際読んだ中でなれば、うーん、そうだな腹を割ったら血が出るだけさ。っていうね。あの作品があってさ。別にこれはなんかそのね、殺人事件とかじゃないわけですよ。ミステリーとかじゃなくて。まあミステリーって言えばミステリーに近いんだけど、どちらかでは文学。普通の文学の割合、あの、カテゴリーにはなるんだけどさ。腹を割ったら血が出るだけさ。って言われたらさ、 え、どんな話なんだろうってちょっと気を引かれてね。実際この本に関してはタイトルで、あ、なんか面白そうだなっていうのがあって、えー、手に取って、すっげえ面白かったわけですよ。だからかなりおすすめなんだけどね。<laughs> あ、ちょっとなんか話が脱線しそうやな。うん。まあそうやな、自己啓発の本とかそういうのってさ、あの、直接的にタイトルが中身みたいなのってあるよね。例えばその知識を操る超読書術みたいなさ、メンタリスト大吾が書いた本なんだけどさ。 あとは、そうだな、NHK の話し方、15のコツとかさ、えー、白報堂スピーチライターが教える、口下手のままでも伝わるプロの話し方。<laughs> なんか俺の読んどる本がバレてちょっと恥ずかしいね。まあ、だとしてもなんか、そんな本を読んだりしても、なんか俺の喋りはそんなにうまくないなってのが自分で分かっとるからちょっと恥ずかしいな気持ちになるんだけど、まあそんな話は置いといて。 なんかね、すごい最近イラッと来たからね、せっかくだから愚痴の動画にしてやろうかと思って、こんな話をしました。皆様なんか日常でそんな感じの、え、それやったらなんか本末転倒じゃんみたいなね、ことがあったらぜひ教えてください。はい、以上。